はい、エピックバトルシミュレーター2ということで、今回のテーマはこちらになります。数的に不利であっても作戦を考えて布陣を考えればきっと勝てるはずだということで、検証の方をですね行っていきたいと思います。で、今回使うユニットはフットマン軽装歩兵ですね。軽装歩兵の1万人と6000人を戦わせて、布陣の方ですね、しっかりと考えて作戦を練って行えば1万人のね、こう兵力に勝てる布陣を見つけたいと思います。で、まずはですね、正面から1万人と6000人を戦わせて、まあ、どんな感じでね、こう戦いが推進していくのかっていうのをね、見ていきたいと思います。まあ、おそらくね、同じユニットで戦ってるので単純に数が多い方が勝つっていうのは 100% そうだとは思うんですけども、まあやっぱりね、同じだけに、お、終わりましたね、5250ということで、6000人を1万人に当てても6000人は倒せないという、一応ね、結論になります。これですね、おそらくどんどんね、包囲されてですね、差が開くことで正面火力が低下するので、まあ、こういうね、結果になったのかなと思います。はい、じゃあ次の布陣ですね。次の布陣、若干変形の攻撃でまたね、やっていきたいと思います。で、これですね、画面の右側に簡易マップが表示されてるんですけども、左側の青いのが主力5000人で、緑が敵1万人で、その後ろにすごく細く赤いね、縦の線があるんですけど、これが1000人の攻撃部隊になります。まあ、なので5000と1000に分けて1万人を挟み撃ちしていきたいと思います。はい、実際のね、フィールドで見るとこんな感じですね。では始めましょう。用意スタート。さて、始まりました。いい感じに分散してくれましたね。半分であれば5000人対5000人なので、おそらくですけど、ほぼほぼ互角の結果になるんじゃないかとは思うんですよ。できればね、もうちょっと3分の2ぐらい釣ってくれれば理想だったんですけど、さすがにちょっとそれは厳しいかなと思いますので、まあひとまずは半々ぐらいでね、どういう風に結果が出てくるのか見ていきたいと思います。で、今ですね、チーム1とチーム2見ていくと、チーム1の方がキル数上回ってるんですよね。2300キルと、その、なんだろう、貨幣チームというかね、少ない方のチームが2000いかないぐらいだったので、ちょっとこれは、で、しかもあれですね、挟み撃ち部隊全滅したので、敵のね、こう、主力部隊が合流してですね、結果的に、全然数的不利作られちゃってますね。一瞬でしたね。まあ、やっぱりね、5000人と1000人で戦えば、それはまあ、勝負にはならないんで、そう、どれぐらいね、ここの後ろの別土手が時間稼ぎできるかってところが、結構、肝というかね、一番大事なところだったのかと思うんですけども。いやー、あ、でもあれですね、攻撃部隊のね、主力部隊、敵の真ん中分断しましたね。一応奮戦はしているし、まあ、ただやっぱりキル数見ると1000人ぐらいに差がついているので、まあ、このままいけば、うん、きっとね、まあ負けるのはもうほぼ確実だと思うんで、どれぐらいね、減らせるかってところをね、こう見せてもらえればと思うんですけども、さあどうなるか。だいぶもうあと300切ったぐらいになってきたので、もうね、風前の灯火ですね。あと残り120ぐらいかな。あ、右側ね、奥の方も全滅して完全に囲まれましたね。はい、そろそろ終わると思います。はい、終わりました。ということで、チーム1、多数の部隊の方が勝ちということで、はい、残存兵力5593なので、なんならさっきより悪いですね。余計なことしない方が良かったのかな。さっきが5250なので作戦考えた方が、結果としては、戦況はね、悪化でしたね。はい、残念です。はい、ということで次がですね、このようにですね、挟み撃ち、同じ挟み撃ちなんですけど、ちょっとね、布陣をね、こだわってみました。この左側をまず3部隊に分けて包囲するようにしてます。なので正面火力を右側の方はなるべく高めると、で、左の別動隊に関してはこうクロスするように長く横陣を組んでるので、敵をね、どん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 分断していきたいと思います。お、はい、始まりましたね。いい感じですね。別動隊の方にざっくり3分の2ぐらい釣られてくれてるので、このままね、主力部隊で敵の3分の1を叩き潰して、で、その後敵の主力部隊を叩くという戦い方がね、できるんじゃないのかと。しかもこれ横陣にしてすごく長く配置してるので、どんどん敵はね、それを追って兵力をね、分散させてってくれてるので、ちょっと帰ってきちゃった部隊いましたけど、このままね、どんどん時間稼ぎを別動隊にはしてもらって、その間に主力部隊で敵の兵力をなるべく叩いて決戦に持ち込んでいくということで、どうでしょう。今のところね、撃破数だけ見ると2700対2400ぐらいなので、
さっきね常に1000ぐらい差がついてたんですけど、今回ですね100とか200ぐらいの差なので割といいんじゃないでしょうか。これはねいける気がしますけども、ただやっぱりキル数で言うとチーム1多数のねこう人数の多い方の部隊の方が勝っているので、これもね勝つことはおそらく無理なんでしょうけども、そして別動隊が全滅したんですが、同時にですね全滅しちゃったので、はい、両方のね別動隊に釣られてた部隊がどんどん戦線に加わって、はい、完全にね今数的不利作られちゃって、もう差が開く一方になっています。いや残念ながらねこの布陣でも勝つことはできなかったようですね。まあ結果がねどれぐらいまで減らせるかってところをまず見ていきたいので、はい、このままちょっと最後まで見守りましょう。まあただ残りね、ただ少ない少数部隊も残り1000ぐらいかな、なので、まあ、まだまだね敵の方は減らしてくれるとは思うんですけども、割とどうだろう、さっきよりかはなんかいいような気はしますが、どこまで減るかな。いやにしてもねこの集団戦法ね気持ち悪いですよね。なんか集合体恐怖症の人いたらね申し訳ないんですが、まあ画面小さくするなりスキップするなりしてちょっとね見ない、あーと終わりましたね。はい、5385ということで、真正面から作戦なしで突っ込んだ時は5250なので、これもね悪化ですね余計なことをしてしまったようですね。無作戦で突っ込んだ方がよっぽど結果はマシだったという、結論になりました。残念ですね。はいはい、じゃあこれ最後ですね。今回ですねこれ右側に赤いすごい大きい部隊がいると思うんですけど、これ、ね、見てもらうと分かると思うんですけど、1000人なんですよ。1000人をめちゃくちゃ分散配置してるんですよね。これぐらいもう本当に人と人との間がねすごい空いてる、この状態で要はね広く薄く配置して敵をねこう分散させようという作戦です。でこの超散開している別動隊は1000人、主力は5000です。で主力もねやや散開させてますね。じゃあ行きましょう。はい、いやーこれもねいいですね。まず幸先はいい感じですね。3分の2が別動隊の方に釣られてくれて、3分の1が主力に釣られてますね。なのでこれね主力部隊を叩くことはできると思うんですよね。3分の1なんで大体1万人の3分の1は3000ぐらいなので、3000対5000で戦えばね5000の方がそれは勝つに決まってるので、ここでまず敵を叩くと。でさらにこのね後ろこうよくねちょっと見づらくて申し訳ないんですけど、別動隊に釣られてる人たちは本当にねこう点々と兵力がね配置されているので、小部隊にね、こう分かれるんですよ。で、小部隊に分かれているので、そこをね、この1部隊ずつ叩くことができれば、常に数的有利を作って戦うことができるんじゃないかということで、いや、これは勝てるかもしれないぞ。で、そうですね、今、画面左奥の方ですね、遠くの方に敵のさらにその3分の1の半分が行ってくれたので、これは結構ね有望なんじゃないでしょうかと思ってたんですけども、なんとですねこちら側の部隊もなぜか二手に分かれてしまったので、これはちょっといただけないですね。常にね数的優位を作って戦いたいので、できればね分散してほしくなかったんですけど、まあ、この辺はねもう AI の判断をねこう優先していきたいと思います。まあ修正しようと思えばできるんですけど、あえてねちょっと修正はしません。はい、ということでどうでしょうか。敵の6分の1なのかな、3分の1の部隊かなので、3000人ぐらいで今戦ってるんですけど、まあ普通に考えればあれかな、5000と3000で戦って2000が残って3000と2000だから、なんか計算でいくとね負けるような気はするんですが、さあどうでしょうか。一応ね撃破数で言うと300ぐらいの差がね常についてるので、ちょっとあーっとあれかな、奥の方の3回してた部隊全滅したようで、今はね戻ってきちゃいましたね。こいつらが戻ってきて、で残された部隊は多分ねほとんどいないので、どうかな。終わりましたね。はい、まあ、ただですね残存兵力4441ということで、普通に作戦なしで突っ込ませた方が5250なので800ぐらい、いいスコアは出しておりますね。やっぱり作戦ね、ちゃんと考えておくと、まあ、普通に無策で戦わせるよりかは、マシなのかなという、一応結論になるかと思います。はい。ということでですね、本日のまとめというか、まあ、総括をしていきたいと思います。まあ、やっぱりですね、このまあ、AI のね、こう、特性上、混乱とか、その士気の低下っていうのが一切ないので、そう、そこはね、まず考慮するべき点としてあるとは思うんですけども、まあ、やっぱり、戦いは勝つだよっていうのが、一番ね、
こう最初に来る感想かなと思います。でただですね、やっぱり敵をとにかく3回させた時っていうのが一番多くこう損害を与えられたので、やっぱりね、こう作戦を立てる上でいかにですね敵の主力部隊を散り散りさせるか、要はですねその連携が取れないような状態にして戦うかっていうのが、まあ、すごく大事なんだなっていうのが、一応ね今回やっていて感じたことになります。うん、だからね、これをねもうちょっとうまくね、まあ今回ですね、飛び道具とか一切使っていない軽装歩兵だけで戦ってるので、もちろんねその飛び道具とか地形とかっていうのがあればもう少しね、もしかしたら有利にことは運べるのかもしれないんですけども、まあ一応ただただ単純にその戦力比較っていう風にした場合には、なかなかやっぱりねこの少数の兵で多数の兵を打ち破るっていうのは、まあ、相当厳しいんだなっていうのが、うん、一応ね結論かと思います。まあ、そう考えるとね、こう歴史上で数的不利でありながらも勝利を収めた戦いって結構ねいっぱいあると思うんですけど、まあそのね指揮官がいかに優秀だったのかっていうのが、分かったなというふうにね思いますね。はい、まあ、ということでですね、今回まあ3回かな、4、まあ一応最初のやつも含めれば4回ですね検証で戦ってみたんですけども、全敗ということでですね、ぜひ皆さんねいい作戦思いついた方がいらっしゃったら、コメント欄で教えていただければ、幸いです。まあ、それをね、ちょっとぜひ試してみたいと思うので、アドバイスいただけたらと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また見てください。さよなら。